中世の城壁が残る村プラティカ・ディマーレの門。古代のラウィニウムの中心に位置する。見えている建築物の年代は様々である。左にそびえているのがカステット・ボルゲーゼでローマ時代の要塞の一部とされている。発掘が行われているのはここから左に行ったところ。ポメーツヤの街と博物館は撮影者の背後にある。ラウィニウムはかつてラティウムに存在し、 当時はその辺りに海岸線があったが、今はかなり内陸になっている。ラウィニウムは丘の上にあり、北にはシルバローレンティナという月桂樹の深い森があり、南にはポンチネ・マーシャスという広大なマラリアの発生する湿地帯があった。ニューマカス、またはニューミッチアスという川の河口があったため、オスティアとアンチオの間で唯一の港となった。背後には、 アルバンヒルズと呼ばれる山がある。ラウィニウムは場所が不明になったことはなく、急に放棄されたこともない。現在そこにあるのは中世風の城壁に囲まれた村プラティカディマーレであり、ポメーツヤのコムーネに属する。ポメーツヤは1939年にベニートムッソリーニの命によって建設された新たな都市であり、 当時の技術者が数千年にわたる沼地の間隔を完成させたため居住可能となった。村は市の中心地からは若干離れている。カステッド・ボルゲーゼと呼ばれるかつての要塞にある門を通って村の中に入ることができる。その名称は1617年にマーカントニオ・ボルゲーゼが村と共に購入したことに由来する。その城と村は徐々に再設計され、 形を変えてきた。村の一部を囲んでいる小川フォーソディ・プロティカは、かつての川の名残である。プラティカディマーレは、ティレニア海から6キロメートルほど離れており、イタリア空軍の基地のある、中石棚の斜,の斜面の頂上付近にある。この基地はかつて、ルーチェを山荘から救出し、オットスコルゼェニーがムッソリーニをドイツに安全に移送する際使った基地として歴史に名を残している。 現在この基地はローマ地域へ要人が訪問する際に利用したり航空ショーを開催したりしている。フォーソディ・プロティカはこの空港を迂回するように流れを変更されている。かつてはこの丘のふもとまで海岸線が迫っていたがオスティアと同様にかなり内陸になってしまった。古代ローマ時代にはこの海岸にビッダが立ち並んでいた。プラティカディマーレは 古代のラヴィニウムよりずっと小さく、周辺には古代の遺物が露出している。最近行われた発掘調査により、ローマ建国神話とも適合するような古い遺物が見つかった。ラヴィニウムは、紀元前7世紀には城塞を備え、紀元前6世紀に栄えていた。ラヴィニウムは、共和制ローマ時代に、ローマの支配下に入り、ラウレンティーナ街道によって、北はローマ、南は、 アルデアと繋がった。帝国期には謎の多いラウレンテュムと統合されて、ラウロラウィニウムと呼ばれるようになり、裕福なローマ人がこぞって冬のビッダを建てた。ただし、この統合については不明な点が多い。都市の城壁周辺から多数の窯が見つかっている。ラウィニウムの周辺はソウルの聖域とされ、多数の祭壇があった。 そのうちの一つで見つかった聖堂の名板には、ディオスクーロイを祀っていることが記されていた。ローマ神話によれば、ローマとラヴィニウムの関係は深く、ラヴィニウムと名付けたのは、アイネーアースで、妻でありラ天神の王だったラキヌスの娘、ラヴィーニアにちなんだものとされている。トロイ王家の血筋とされるアイネーアースは、イタリアに到達すると厳重ノルトゥリ族のリーダートゥルヌスと戦った。 アイネーアース自身が建設したのは、ローマではなく、ラビィニウムだったが、後にラビィニウムの人々が、ローマ建国に関わることになる。ラビィニウム建国とトゥルヌスとの戦いは、ウェルギリウスのジョージシ、アエネイスに描かれている。古代においては、ラビィニウムは、近くのラウレントゥムと密接な関係があった。リヴィウスによれば、ローメルスとティトスタティウスがローマを共同統治していた、紀元前8世紀 ラウレントムの大使がローマを訪れたが、タテウスの親族がこれを殺害した。ラウレントム人は抗議したが、タテウスは親族の証言を信じ、ラウレントム側の話を聞かなかった。後に、タテウスが毎年行われる祭礼のために、ラウィニウムを訪れた時、騒動が起きて、タテウスが殺害された。しかしロームルスは、戦争を回避し、ローマとラウィニウムの協定を更新した。 ありがとうございます。